ハロー鈴木千奈美です。今日は私から皆さんにビッグニュースがあります。私、鈴木千奈美はこの度、シンガポールに移住しますあす。本当に突然の報告、そしてビッグニュースで驚かれている方も多いと思うんですけど、私たちはですね、家族でシンガポールに住むことになりました。あのなんで今回シンガポールに 移住することととになったかというと、まあ、夫の仕事の関係で私たちは行くんですけど夫だけシンガポールに行って私はあの日本に残って子供をね面倒見ながらあと仕事もしながらっていう選択肢もあったんだけど私の中で家族がバラバラで過ごすっていうイメージがあんまりなかったのと。 シンガポールでの生活を考えたらすごく楽しみなワクワクする気持ちが大きくなったので私たちは家族で移住することにしましたなんか今まで全然 YouTube も上げられなかったりとか、まあ、SNS ちょっとのんびり発信しながらっていう感じだったんですけど今後はあの you YouTube だったり SNS も シンガポールでの暮ららししを配信てていいたらなと思っていますそれであの私の仕事に関してなんですけどまあ日本の今お世話になっている事務所を辞めるということはせず、まあ、シンガポールにいながらできることを模索したり、まあ、日本に帰ってきてたまにはお仕事させていただけたらなと思っていますなのであの全然こう芸能界引退とかそういうことはなく。 うーんこれからも自分にできる範囲で何か発信を続けていきたいなと思っていますなのでこれからも皆さんに YouTube だったり SNS を楽しんでいただけたら嬉しいです <laughs> じゃあ,あの次にアップする動画はひょっとしたらシンガポールからアップするかもしれないので皆さん楽しみにしていてくださいそれではまたさようなら